森友学園への国有地売却をめぐる決裁文書改ざん問題で、財務省は近く公表する調査で佐川前理財局長が改ざんを指示していたことを認める方針であることが日本テレビの取材で分かりました。森友学園への国有地売却をめぐって14の決裁文書が改ざんされた問題で、財務省は来週月曜日にも省内での調査結果を公表する方針です。調査では当時の佐川理財局長から明確な言葉ではなかったものの、事実上改ざんの指示があったと認定する方針です。また部下については佐川氏の思惑を推し量って自ら動いた側面もあったと認める方向です。調査報告には交渉記録などの廃棄や決裁文書の改ざんの経緯が理財局幹部らの実名とともに具体的に記されます。森友学園をめぐる一連の問題では大阪地検特捜部が今日にも佐川氏ら関係者全員を不起訴処分とする方針を固めたことが分かっていて、これを受け財務省は調査結果とともに処分を発表します。佐川氏と中心的な役割を担った部下については重い処分となる見込みです。